どうもカフェバードンナ店長の伊藤満です、本日はなんと、自家製ジンジャーエールを作りました。どうも。はい、ということで、こちらね、美味しいです。本当に美味しいです、自分で作りました。生姜たっぷりですね。あとライムの皮も入ってたり、シナモンスティック、クローブ、唐辛子、などなどいろいろ入っております、自家製のジンジャーエールでございます。ちょっとね、辛口にこう仕上がっておりますので、ドライなジンジャーとなっております。体にもすごくいいと思いますので、ぜひお試しください。ウォッカと割ったりするとモスコミュールですね、辛口のモスコミュールっていうのもできますので、はい、こちらいいと思います。こちらね、ちょっとシロップですけれども、ああいい、こう、うん、ピリッとくる、この辛口感いいですね。うん、これぐらいがやっぱりちょうどいい。はい、体にもすごくいいと思いますので、ぜひお試しください。ソーダ割りだけで十分いけます、ノンアルコールももちろんできますので、ぜひお試しください。本日もカフェはどんな元気にオープンいたしております。雨ですが、ぜひ、ご来店お待ちいたしております。よろしくお願いします。